いやもうクルザーとネイマールは、ね、まあ、あそこを止めれば僕らのサイドを制圧できるし、まあ、フローもかなり今日は守備的に頑張ってきた。さらに小江戸ゲームを取ってきたので彼に関しては本当に少ない方だと思っていたと思います。まあ僕は攻撃に行けなかったと思います。今日は良かったと思います。まあ、改めて素晴らしい選手を示してくれると思います。あなたのそのネイマールの目の作戦というのはどういう、やっぱり2人じゃない、もう作戦もやっぱり世界一のプレイヤーなので、今日はもうそれだけに専念しました。